Thank you.
ねえあなた、お仕事も大事だけどゆっくり食べなきゃ、体に毒だわ。おはよう。あ、ハーカー君、こっちに来てくれ。私に御用だそうですね。仕事を頼みたいんだ。これは他の弁護士じゃなく、あんたに頼みたい。それはどうも恐縮です。ドラキュラ伯爵がトランシルバニアから手紙をくださったんだよ。こちらで屋敷をお求めだ。お会いするには長旅をしなきゃならんが。伯爵のお住まいは確かカルパチア山脈の向こうでしたね。その通り。しかしその代わりに君には礼金を弾む。では妻に美しい家を買ってやります。今の家はふさわしくありませんから。なるほど。とにかく楽な旅ではないよ。着くまでには何日もかかるし、そうなれば足も痛くなり汗もかいて血もにじむ。たまに旅をするというのもいいですよ。この町には変化がない。少しばかり退屈していたところです。トランシルバニアのちょうどここだ。森の向こうの素晴らしいとこだよ。あたりは薄暗いが、それこそ変化がある。伯爵は美しく古い屋敷をお探しだ。あのお屋敷ならお気に召す。君の家の近くの。でもあそこは崩れかけてますよ。何十年も空き家ですし。そこがいいのだ。あの伯爵は何しろ変わったお方で。とにかく契約書をお持ちして。今すぐ立ってくれるね。今すぐ。今日ですか。そうだよ。書類はしっかり整えてある。伯爵はお待ちだ。今日？今すぐ。そう、カルパチアにある館にね。そりゃ寂しいところで、今でも狼が出るそうだし、村人は亡霊を信じてるそうだ。ジョナサン、行かないでちょうだい。嫌な予感がするの。取り越し苦労だよ。いいえ、危険だわ。行かないで。ルーシーは僕の世界一大事な妻だ。よろしく頼むよ。心配しないで。ミナ、お姉さんをよろしくな。ええ。
私の注文急いでくれないか。今夜中に館に着きたいのだ。どの館で？ドラキュラ伯爵。どうしてもおいでになるんで。ああ、なぜだ。真夜中になるといろいろな魔物が現れるんだそうです。行った者は二度と帰ってきません。何を言ってる、そんなの迷信だよ。第一行くとおっしゃってもそこまで乗せてくれる馬車はないですよ。お客さんの馬は疲れてて行けやしません。だったら別の馬を買うさ。お客さん、あそこへ行ってはなりません。ジプシーたちの何人もが暗闇谷の向こうまで行きましたが、それっきりでした。私に？吸血鬼か。生きた人間の血を吸う死者、自ら己の死肉を食らう亡者、睡眠中の女を犯す無魔、闇夜の道で旅人に取りつく亡霊、狼男、斧の血を吸う妖怪。こいつは面白い。斧についた血を舐めるか。いずれも善良な人々の背筋を凍らしむものなり。トランシルバニアのノスフェラトは生ける死人で、呪いにより永遠に生き続けている。このノスフェラトという吸血鬼は暗闇谷まで乗せて行ってくれないか。金を弾む。そんなとこへ行く道は通ってませんや。行けるとこまででいい。馬車に乗せてくれ。馬車なんてありません。では馬を一頭売ってくれないか。代金は普通の倍払うよ。そう言われてもご覧の通り、私は馬を持ってないんで。分かった。じゃあ歩いていくからいい。
ドラキュラ伯爵。ジョナサン・ハーカーか。よく来てくれた。待っておったよ。恐縮です。入れ。夜は冷える。さぞかし腹も減っておろう。契約書と一緒にお屋敷の見取り図も入っておりますので、きっと伯爵もお気に召すことでしょう。さあさあ、遠慮なく食べてくれ。さあ、悪いが一人で食べてもらうよ。もうすぐ真夜中だ。私は真夜中には食わぬ。そうそう、忘れていたが、この館には召使いがおらぬ。だから君の給仕は私がさせてもらう。夜の申し子が歌っておる。ああ、君もまた村人と同じか。狩人の勇気を持たぬ臆病者らしい。ナイフが錆びておるかもしれぬ。傷から毒が入ると危険だ。さあ、私に見せろ。昔ながらの手当てをしてやろう。いえ、結構です。ご心配には及びません。かすり傷ですから。失礼。
怒らんでくれ。君のためにしたことだ。しばらく話をしよう。夜が明けるまでに時間がある。私は昼の間はいつもおらんのだ。
愛するルーシー、手紙を書いても届ける術がない。だから毎日日記を書いて君への愛の証にしたい。昨夜遅く、長旅の果てにようやく目的地であるドラキュラ伯爵の館に着いた。昨夜嫌な夢を見たが、疲れのせいだと思う。この城の雰囲気は異様だ。いや、もっと異様なのはドラキュラ伯爵の行動だ。ここでは何もかも現実のものとは思えない。私は太陽の光をあまり好かぬ。日に輝く泉もだ。我は若者のものだ。私は闇と日陰が好きだ。一人でものを考えるのに。私は古い家柄の末裔だが、時というものは千の夜のように深く淀んでいる。たとえ時が流れようとも、老いることができぬのはつらいものだ。死は悪いものではない。死より悲惨なものがあるからだ。想像できるかね、何世紀も生きながらえ、いたずらに月日が経っていくのをひたすら待っている気持ちを。古く大きな屋敷を見つけてくれてありがたく思っている。君の家の近くだそうだな。ええ、ほんの一足のところです。そうか。契約書を見せてくれ。お、美しい喉をしておる。私の妻のルーシーです。冷たい手をしていらっしゃる。書類に、屋敷の契約書に今すぐ署名しよう。その前に、その前に価格を決めませんと。君なら信頼できる。いくらでも構わん。君が決めたまえ。ここです。ウィスマーから何日かかったかね。1ヶ月です。1ヶ月か。船の方が早いだろうに。吸血鬼なるものは悪魔の卵から生まれる。そしてこの人間の生き血を吸って生きる。呪われた悪魔の隠れ家は洞窟であり、納骨堂、また地中深く埋められた墓場の棺の中である。その棺の中に黒い死が住み着けば黒死病と。
落ち着いて。ちょっと熱があるようだな。何かあったらすぐに知らせなさい。特に悪いところはないから大丈夫だと思うが。ルシーが村に。ここから出なければ。
かしいな。この棺積み荷リストにないぞ。いや、そんなはずは。ほら、ウィスマー行き植物実験用の土とあります。ちょっと開けてみよう。確かめてみたいんだ。はい、それを。今日も手紙は来なかった。しかし心配することはない。カルパチアを越えてくるんだから日にちがかかるんだ。あの人の身の上に何かあったのよ。私わかるの。ペスカデポティナシティテセスティネスマージャニーカイトゥアシアーダイ。その体ではとても旅は無理だと申していますわ。棺が次より先にウィスマに帰らなきゃ。王子様は明日来ます。出発はそれからになさい。ルシーが危ないんだ。助けてやらないと。棺を、悪魔を止めに行くんだ。この船は呪われているようだ。港を離れて以来、二等航海士と四人の水夫が次々に原因不明の病気にかかって死んだ。今日も水夫一人とコックが突然行方知れず、不審な者が乗船しているという噂が広まり、皆怯える。船内を調べるが、ネズミのほか何も見当たらず。進路は予定通り北西30度。風は穏やか、船足12ノット。
私板を持ってこい。船内を調べてみよう。積み荷もわずかで、船底はネズミだらけでしたが、これがありました。航海日誌です。わけのわからない病気だ。しかしもしかしたら航海日誌で何かわかるかもしれない。バルナを出港し、途中寄港しながら6月6日ダーダネルズ海峡に向かう。進路は西。今日3人目が熱病にて死亡。昨夜当直中の航海士は行方不明、手がかりなし。6月20日進路北、波高し14ノットにてビスケー湾に向かう。船内の恐怖は極限に達す。生存者は私と一等航海士のほかは無数のネズミのみ。黒死病と思われる。
おー奥さんですか。この方をお連れしました。住まいはこちらだとおっしゃるんで。お姉さん、ジョナサン。この女誰なんだ。この…あ、ジョシー。中に入れてください。詳しくは分からんが、ひどい熱病にかかっているようだ。眩しい、閉めてくれ。突然のことで驚かれたかな。ドラキュラ伯爵です。あなたのことは主人の日記で読みました。あなたのせいで主人は病気になったんです。ご主人は死なない。いいえ、死にそうです。死に取りつかれています。人間にとって死というのは残酷なものだ。だが死以上に残酷なのは死ぬことができぬことだ。私も愛を分かち合いたいのだよ。君とジョナサンの愛を。私はジョナサンを愛しています。神様でもこの気持ちを変えることはできません。永遠に変わらぬ愛なのです。
たとえあの人が私を二度と思い出せなくとも。私にできぬことはないのだ。私のものになれ。私の花嫁に。それはご主人のためでもあり、私のためでもある。愛が得られぬということは絶望的な苦痛なのだ。この世で私が愛するのはジョナサンだけ。この気持ちの変わらないことを胸のこの十字架にかけて私は誓います。おやすみ。吸血鬼のスラとは、人間の生き血を吸って永遠に生き、その犠牲者を同じく夜の幻に変える。彼自身は影であり、鏡にも映らず、夜壁や厚い扉を通り抜け、コウモリに姿を変えて眠っている者に忍び寄る。また黒い狼の姿で逃げる旅人を襲う。ひとたび狙われれば犠牲者にもはや望みはない。しかしながら超自然の生き物といえども吸血鬼には従わねばならぬ自然の掟がある。十字架は彼を追いやり、生産の儀式のパンは逃げ道を塞ぐ。また清らかな乙女は夜明けを告げる鶏の声を忘れさせ、まばゆい朝日は彼を永遠に滅ぼす。何でもご命令は聞きますから。では北へ、北へ行け。ネズミの群れと黒い石を連れてな。かしこまりました。雨や、雨。町の議会に知らせたいことがあるの。そんなのとっくになくなったさ。では市長さんに会うわ。死んだよ。早くうちに帰るのがいい。私はこの疫病の原因を知っているのよ。災いのことを知ってるわ。お願いだから聞いて。原因を知ってるの。考えてる。こんなことがあり得るはずがない。先生は主人の日記をお読みになった。体も何度か診察なさって、日増しに悪くなっていくのはご存知のはずです。
黒死病もネズミもみんなあの吸血鬼のせいなんです。この本に何もかも書かれてますわ。ここに書かれているたわごとを信じろというのかね。あなたの言ってることも迷信に過ぎないのだ。いいえ、これは現実に存在していることなんです。私はこの目で見たことを信じます。信じるのは神だけでいい。神だったら私だって信じてます。先生、吸血鬼は本当に存在するんです。確かにあってはならないことなんですが、本当にいるんです。お願いですから力を貸してください。魔物を滅ぼすのに。黒い棺は船で運ばれてきたはずです。ですからそれを見つけ出せば吸血鬼を滅ぼせるんです。お願い、今夜一緒に探して。奥さん、もう寝てゆっくり体を休めるがいい。ご主人の看病できっと神経が参ってるんだ。いや、私は大丈夫。今夜よろしい。まず調べてみよう、科学的にな。いいえ、今夜でないと。もうあまり時間がないんです。奥さん、物事にはそれを果たすのに適当な時期と順序があるということをご存知かな。いい農夫は種を掘り起こして芽が出たかどうかを確かめたりはしない。そんなことをするのは畑ごっこをしている子供だけだ。落ち着きなさい。よくわかりました。一人でやります。ではお大事に。
最後の晩餐ですよ。みんな黒死病で死ぬ、この世の名残というわけですな。死んでいるよ。死因ははっきりしないが、黒死病でないことは確かだ。喉に血が。あの男の仕業だわ。あの男というと？私には分かるの。何をすべきか。生産の儀式のパンは逃げ道を塞ぐ。また清らかな乙女は夜明けを告げる鶏の声を忘れさせ、まばゆい朝日は彼を永遠に滅ぼす。
本当だったのか。もっと親身に聞いてあげればよかった。そうだ、杭と金槌をこの魔物にとどめを刺されば。会社を捕まえろ、早く。あいつだ、逮捕しろ。あいつは伯爵を殺した犯人だ。その通りかね。その杭で殺した。そうだ、しかし訳があってやったことだ。裁判で言うんですな。あなたを逮捕する。ドクター・バンヘルスイング、逮捕したまえ。逮捕？このわしが先生を？そうだ。そんなことできません。では警察に知らせろ。みんな死にました。だったら刑務所に知らせて。刑務所にも監視はいません。だったらお前が捕まえるんだ。君も役人の端くれだろうが。どうやればいいんで、武器もないのに。とにかく捕まえろ。捕まえろったって。早くしないと逃げられるぞ。それでどこへ連れて行く。
わしにも分かりません。刑務所かな。何をボケっと突っ立っておる。大きを持ってこい。これが見えないのか。パンくずが散らかってるだろう。寝室に鍵をかけとけ。誰が来ても中に入れるでないぞ。俺の馬を出してきてくれ。大事な用で出かける。来たへ。